こんにちは。今回はアディクションの4色パレット、ザ・アイシャドウパレットのカシミアドリームについてレビューしていきます。目次は概要欄にありますので、よろしければご活用ください。アディクションの4色パレットのザ・アイシャドウパレットは8月5日に11色発売になりました。可愛いカラーがたくさんありましたが、私はカシミアドリームにしてみました。カシミアドリームはこんな感じのヌーディーなパレットです。このカラーを選んだ理由ですが、発売当初店頭に行って気になるカラーを美容部員さんにスウォッチしてもらいました。で、その時の印象としては、薄付きなんだけど1パレットに1色かなり鮮やかなカラーが入っていて、私にはちょっと挑戦カラーかな、捨て色になっちゃうかなと思って購入に至りませんでした。最近セミセルフ店のフルーツギャザリングでじっくり全色スウォッチができて、ベーシックな配色のカシミアドリームにときめいたので購入してみました。このパッケージは180度以上蓋が開くタイプで、付属のブラシはコシのあるダブルエンドのものがついていました。あとチップもついています。ではスウォッチをしていきます。左上のカラーは公式の説明だと、ゴールドがきらめくシアーコーラルです。ベースは薄いコーラル感があって、ラメ感はゴールド、シルバー、ピンクを感じます。大粒のラメという感じはしないので、アラフォーの私でも抵抗感はありません。左上は公式の説明だとマットなニュートラルベージュです。私にはニュートラルというよりもクールな薄いグレージュかなと思いました。ここからアイスウォッチも加えていきます。すべてトムフォードのアイシャドウプライマーの上に塗っていきます。やっぱりまぶたの上でも色づきは薄くって、何度重ねても若干の陰影感ができるくらいのカラーかなと思いました。左下は公式には体温を感じる艶やかなベージュです。ベージュブラウンベースにピンク味のある光沢ができるカラーかなと思います。このカラーは下まぶたの粘膜付近につけると特にピンク感が出ていいカラーです。右下は公式では透明感のあるゴールドブラウンです。黄色みのある茶色ベースにゴールドのラメが点在するカラーです。全体を見るとこんな感じです。あまりにも薄かったので、指でグリグリ濃くスウォッチしてみました。濃く塗ってもかなりヌーディーなパレットだと伝わるかなと思います。似た色比較をしていきます。ここのカラーがピンクの光沢感があるカラーなんですけど、手持ちに似ているのがあるかなと思って比較してみました。比較してみると意外と違って、ここがアディクションなんですけど、ピンクの光沢っていうとナーズのオーガズム系とかが頭に浮かんだんで、このカラーなんですけどピンク感が強くってかなり違いました。このカラーがタイニーシェル、アディクションの既存のカラーのタイニーシェルに似てるっていう話で、私はタイニーシェル持ってないんですけど、マジョリカマジョルカの、シャドウカスタマイズの BE286 ゴージャス姉妹と似てるっていう話があって、こちら手持ちであったので比較してみました。で、これがゴージャス姉妹で、これがアディクションだから全然違いました。次、トム・フォードのディスコダストのこのカラー、このカラーも結構ピンクっぽい光沢を感じたので比較してみたら、このディスコって書いてあるとこですけど、ちょっと似てましたね。で、あとはトム・フォードのスールサーブル、このカラーとここなんですけど、これは正直結構似てるなと思いました、アディクションとこれ。で、トム・フォードの
クリームアイシャドウのスフィンクス、こんな感じなんですけど、なんとなく似てるかなと思ったんですけど全然違いました。手持ちでちょっと似てるかなと思ったのはトム・フォードのツールサーブルの右上のカラーはちょっと似てるかなと思いました。こことここですね。こっちがアディクションでこっちがトム・フォードのツールサーブルなんですけど、こうやって真横に並べてみるとちょっと違いますよね。トム・フォードがよりコッパーとかオレンジ寄りかなと思うんですけど、アディクションはブラウンベースにピンクっぽいパール感、光沢感ができるっていう、そんな違いがあるかなと思います。ではメイクをしていきます。まずトム・フォードのアイシャドウプライマーをつけてから、パレット右上のカラーをまぶた全体にのせました。次にパレット右下のブラウンを目尻と目頭にのせました。次にパレット左下のカラーを下まぶたにのせました。このカラーは下まぶたにのせると本当に可愛いです。次にパレット左上のラメをまぶた中央にチップでのせました。薄いブラウンのアイライナーを引いて、マスカラはアッシュ系にして、パレット右上のグレージュを眉毛にのせました。これで完成にしようかと思いましたが、少し物足りなかったのでパレット左上のラメをアイラインと目頭の方に追加しました。こちらでメイクは完成です。かなりヌーディーな色味ですが、目頭のラメ感と下まぶたのベージュピンクの光沢感が可愛い仕上がりになったかなと思います。2つ目のメイクです。パレット右下のブラウンをまぶた全体にのせてから、パレット右上のグレージュで目尻に陰影感を足しました。パレット左下のカラーをまぶた中央と下まぶたにチップで追加して、薄いブラウンのアイライナーを引いて、上まつげはアッシュ系のマスカラ、下まつげはオレンジブラウンのマスカラをのせました。眉毛にオレンジブラウンのアイブロウパウダーをのせて完成です。下まぶたをカラーマスカラにしたことで少しカラーメイク感が出せたかなと思います。下だけカラーマスカラっていうのが取り入れやすいかなと思います。何度か使っていて発色の薄さが気になることがありました。口コミでも色が薄いっていうレビューが多かったです。私なりの対処法としてはアイシャドウプライマーを塗ることとブラシを選ぶようにしています。でブラシはふわふわの柔らかめのブラシでメイクすると薄くなるので、毛の密度が高くて毛足が短い毛の腰があるブラシでメイクするのがいいかなと思いました。 NARS のブレンディングブラシでメイクするとこのぐらい薄くって、で付属のメイクブラシだとこんな感じになります。斜めカットのブラシだとまぶたに沿って塗れるのでそれもいいですし、もう片方の細い方のブラシも腰があって色がよくのると思いました。であと手持ちだとボビーブラウンのアイシャドウブラシもとてもよく色がのりましたし、あとナーズのスモールアイシャドウブラシもよく色がのりました。
で色が乗るなと思ったブラシはやっぱり腰がかなりあるタイプかなと思いました。このパレットの発色が薄いなって思われたら腰のある筆でメイクするといいかなと思います。メイクのよれ具合を見てみました。でこちらはメイク後12時間後の状況です。でこの日はマスクをして仕事をしていました。で色味はもともと薄いメイクでしたが色は薄くなったけど特によれてはいなかったです。これ以外でももう2週間ぐらい使ってるんですけど、ベースメイクがしっとり系を使った日とかあとは雨の日とかは多少よれることはありましたけど基本的にはほとんどよれなかったです。ではレビューをしていきます。まずラメ以外の3色はどんなに濃くのせても濃いメイクにはならないので適当にメイクしても失敗しないヌードパレットだと思いました。オフィスメイク、ナチュラルメイク、ベージュメイクがしやすいパレットです。で特にアディクションの4色パレットで調整色が入っていないものを選びたいっていう方にいいのかなと思います。私は左下のカラーを下まぶたにのせた時のピンクの光沢感に惹かれました。単なるベージュのパレットだと面白みがないんですけどこのピンクの光沢感ができることですごくコンサバティブっていう感じじゃなくてちょっとメイク好きな人なんだなっていう感じが伝わるのかなと思います。今年は下まぶたにカラーをのせるのがトレンドらしいんですけれどもこのくらいナチュラルなカラーなら誰でも下まぶたメイクに取り入れやすいのかなと思いました。で反対にネガティブポイントとしてはこの発色の薄さっていうのが好みが分かれるのかなと思いました。アディクションのシングルアイシャドウほど発色は強くないし締め色はないパレットかなと思います。濃いメイクがお好きな方は一度発色具合をテスターで試すのがおすすめです。で私なりの対策は前のパートでお伝えしましたがアイシャドウプライマーを使うこと、あと毛の密度が高くて毛足の短い毛残しのあるブラシでメイクすることで薄いと感じにくくなるかなと思います。あとはアイライナーやマスカラの色で遊べる余地があるパレットと考えてカラーライナーやカラーマスカラを楽しむのもいいかなと思います。で私としてはパレット左下のカラーがお気に入りですし会社に行く前のバタバタメイクする時でも失敗しにくいパレットなので買ってよかったです。以上アディクションのカシミアドリームのレビューでした。こんな感じでマイペースに購入品のレビューをしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。特にコメントいただけると大変励みになります。ありがとうございます。ではではまた、バイバイ。